on YouTube ということで、今日はですね、スペシャルな対談ですよ。もう俺の大大先輩2人に来てもらってます。石井さんとランキン・タクシー。どうもこんにちは。どうも。いや今日はマスターさんもありがとうございます。今日横浜1年ぶりぐらい。イエスボス。ビッグボス。いや。石井さんちょっと聞いていい？はい。もちろん。オーバーヒット畳んじゃったの？いやだからもう青山に事務所あっても何にもだって言ってもさ、何もやることないからとりあえず自宅に移しちゃったの。あ、移しちゃって。であとはもうプロスケーター目指してね。プロスケーター。本当にさ。なんかもうぼーっとしてるよ。ロックステディ親父呼ぶのは若いもんに任せて、いや動いてくれるやつがいるかねって。いやだからね、レコーディングしたり移動やったりしてたの。お疲れ様でした。リスペクトリスペクト。いやもうあそこはもう相当みんな世話、俺らも相当世話になってるんで。いやライフスタイルの初めに出したカセットテープ、あそこクリスがファイアボールのクリスが働いてたじゃないですか、オーバーヒート。その時にもうガンガン使わせてもらってて、俺なんか石井さんがレゲエのことをオンにしたら分厚くなりすぎて誰も買わないとか言わないから本当に小出しにしてもらった方がいいんだよ。そうフェイスブックで小出しにしてもらわないと写真とか物語をもうまとまったもんにしたらもうとても百科事典みたいなもんで。いや俺だからちょっとそういうのもあって、ちょっと本当聞きたいことがすごいあって。まず石井さんからなんですけど、何年レゲエに携わってんのかなっていうのが、もう俺全然オーバーヒートの石井さんっていう感じの、言ったら俺知り合ったの多分90年代ぐらいだと思うんですよ。そうだね。なのでその前にどれぐらい前からレゲエに携わってんのかなって。じゃあもうローカーズからですよ絶対。ってことは70年代ってことですか？70年代、80年、79年ぐらいにニューヨーク行ってロッカーズのプロデューサーと知り合って、日本に売ってくれって言われた。俺レプレゼンターとしてるから誰か買ってくれる人いないと思って、ユーマチックって覚えてる？こんなでっかいビデオのこんな弁当箱って言われてさ、ユーマチックってのがあるわけ。 VHS の前ですか？いやビクターが世界的に発売したやつで、それ結構優秀なもんだったの。だからレコーディングのマスターテープもユーマチックで届いたりしてたんだよ。そのロッカーズのそれを、そのユーマチックってやつをもらった。それは本来は映像だから、映像のロッカーズのやつを預かって日本のどっか誰か物好きなやつに売ってくれって言われたわけよ。で俺サインして、じゃあなんか誰かに売りつけようと思って。仲買人だったわけだ。そう。いわゆるレップだよ。でやって、でも誰も買わないでしょ。今ならあるけど。でもその買わないっていうのはもういわゆるそのレゲエの認知度が全くなかったっていうことですよね、日本では。だからね、ハーダーゼイカムが。だからそのハーダーゼイカムは前にあったんだけど、でそれはキティフィルムって、キティっていうレコード会社があって、井上康とかねやってた会社があって、そこは自分で買って自分で配給したので、ジミー・クリフなんかも呼んで、で僕のその後なんだけど、でボブ・マーリーが来るか来ないかのぐらいのタイミング。いやボブ・マーリーが来てたよ。ライブ見たもん。70とか81ですよね。なんか見たら79年亡くなってるから79年とか79でした。来てる。そう79でジミー・クリフも来てたね。ちょうど来て。で世の中ちょっと早い人って言ったら変だけど、変わり者っていうかロックに飽きたりとか、そういう人がちょっとレゲエとか言い出してはいたわけで、俺はたまたまロッカーズのポスターをそのニューヨークのあるところで見て、で知り合いになって、で売ってよっていうそのユーマチックっていうビデオテープを預かって。でもそれ業務用だから家なんかで一切見られないんだよ。で俺はその映画を見たこともないのにそれを預かってきてるわけよ。なるほど。何が入ってるか分からないんだからすごいよね。で広告代理店とかそういうとこ行って初めて見るんだよ、そこで。ひどい話だよね。まだ見てなかった。で見てないんだよ。買ってくれって言って持ってったやつを。買ったんですか、ニューヨークでそのものを。いやだから信用するからこれを持っていけと、ユーマチックを持っていけと。でサインさせられて買ってないよ。だから買い手を見つけろと。見つけろと。だから俺は売り先っていうか買い手を探したわけよ。いやだからそれ誰も買い手がいないわけよ。結局だからいろんなとこ行ったんだよ。誰も買い手がいなくて、俺はもうそれ売り込むために見てるわけだから、何度も見てるうちにその映画を好きになっちゃったから、自分が初めてさ、だからそれがレゲエのきっかけですか。79年のロッカーズの夢を見ての仕事に、そっから仕事に、仕事みたいに、まあ仕事って言ってもその時は金になってないよね。だから仕事にしようと思ってその動いたのがその80年だよね。なるほど。じゃあもう41年前ですか。そう。なるほど。それで仕方がなく借金して自分で買うでしょ。だからなんかミイラ取りがミイラになったっていうやつなんだよ。本当にどうしようもないよ。それがもうじゃあきっかけですかね、一番最初。そう。ランキンさんはいつですか。ジャマイカ行ったのは83年。83年が最初のジャマイカ。その前からぼつぼつ聞いてるわけさ。あ、もう耳には入ってきたですね、レゲエが。でハードデイカムもロッカーズもすごいな、やばいなと聞いてて、それで83年のそのサンスプラッシュご拝聴ツアーっていうのをアイランドっていうの当時のね、ああなるほど、旅行会社がやって、それで初めてそれに参加して、でビーチでやったキングスターギャブと地元のサンドのモベーのね、ユーロイドクターズゲームビーチっていうところでねやったんですね。真っ暗な中でこう音だけ響いてて、それでブカッと赤い光が灯ると、それはこのスピーカーの前でもうなんかパイプ吹かしてるみたいな、でかいスプリングみたいな、そういうような世界で、本当裸電球だけがそのドリンクカウンターの上に1個だけあるみたいな。それでパトワで話しかけられて、ずっと話しかけられても全然意味わかんなくて、それでもうやめてくれみたいなですけど、こっち頭ぼよよなのに、それの時のやっぱり相当食らってるわけよ。食らうと思いますよ。特に80年代のジャマイカはやばいですからね。だからそれのレポートをガーッ書いたやつを、あれファックスだった。それはね85年に書いたんですよ。あ、そうか。はい。いやだって初めて行った時にはそんな余裕ないもん。あ、そうか。で。そんなことでもう本当に食らって、あ、何に食らったんですか、その雰囲気とか、暗さと音のでかさ、とやばさ、これじゃなきゃダメだよねって思うわけよ。やばいっすよね。でもあのやばい感じはもう俺ら作れないんだよね、もう。あの雰囲気はなくなる。やっぱりね、そういう人間のキャラじゃないと、ヤンキーなね、ちょっと食らわせてやろうか、ブイブイ言わせたろうかみたいなね。でだからそれがあまりにレゲエはこうじゃなきゃダメだっていう、このやばい感じじゃなきゃスリーピングじゃなきゃダメなんだなっていうのが、もう焼き付いちゃって。なるほど。でも、自分でできることだったら、まあでかい音を出せればいいなっていうことだったんだけどね。で83じゃないですか、帰ってきて4年にそれでなんかどういうふうにすればいいのかしらみたいなことをうろうろしながら、でも地元のヨガの連中とちょっとバンドみたいなのやってるから少しレゲエやってみたりして、トリストン・パーマコピーしたりとかしてやってるけど、全然ものにならないまま、やっぱりじゃあレコードかけようかって人事に出ていくことかけさせてもらって。なるほど。でその一発目が横浜の人事人なんですよね。あるんですよ、人事人ってさ。俺らも人事人結構デビッド・ボウイの曲の名前だけどね、やってた。寿町のちょっと端にあったところなんですけど、近く長者町のね。そうですね。なるほど。でタクシーハイファイはじゃあ84年からやってるんですかっていうふうに名乗ってるけど、クルーは何もいないんだよ。で自分でスピーカー作り出したのも85年以降からだね。ちっちゃいのだけどね。その時じゃあ85、6年って日本でレゲエって誰がやってたんですか、サウンドシステム。直樹も歌ってたよ。ああ、直樹さん歌ったし、工藤さんも工藤ハリアスもさ、お店でやったり、自分でもマイク持ってたし。なんかあとアフターサイエンスってバンドだったよね、遠山君の歌。そうそう。その時って東京がメインって感じですかね。なんか俺の中で東京となんかもう大阪っていうイメージがあったんですけど、サウンドシステムやってた、サウンド名乗ってた人っていうか、やってた人っていうのはタクシーハイファイのほか誰がいたんですか、80年代って言ったら。いないと思いますよ。いないですよね。頭がいないよね。いないね。いない。大阪キラさんとか。キラさんは最初持ち運びできるサウンドシステムとか持たなかったでしょ。店にずっと置いてあったね。俺はだから自分で持ち運びできる移動式サウンドシステムなのかね、最初は。多分最初センターンズじゃないですかね。センターンズ。常設の感じでしたけどね。移動式っていうわけではなかったですけど。私もだから誰か人の手を借りて運べるぐらいの大きさだから30センチウーファーから始めたんですね。それで数多くやれば大丈夫だろうな。なるほど。それがやっぱり38とか46とは全然違うなというふうに気づいてるうちに気づくんだけど、やっぱりすぐには変えられなくて。そうですよね。一回買っちゃったらもうあれ大変ですよね。いやまあ本当マイティが始めたのが91年なんで結成が。その前からそのバナナサイズっていうサウンドがいて、そこが80年代後半ぐらいからやってたんで店を。それで俺ら出入りしてて知った感じなんで、ネットもなかったじゃないですか。だから人の情報しかなかったんで、やっぱランキンさんのタクシーハイファイはもう昔からあって、その前が誰がやってたんだろうっていうのも全然80年代レゲエやってないんで、逆に本当わかんどういう状況だったのかが全く。でもジャパンスプラッシュはやってたんですよね、80年代に。やってるやってたよね。ですよね。84年の琵琶湖ジャミングとかあった時、サンスプラッシュインジャパンでした。だからほらフレディも来てマーシャも来て、それがサンスプラッシュインジャパンっていうタイトルですか。ジミー・ライリーもいてボブ・アンディもいてみたいな。当時琵琶湖のところに週末収容所を作るっていうので住民の反対があったんだけれども、それをなんていうか押し潰すためにその時の知事がそこにタダでレゲエコンサートを招聘しちゃったという。へえ。だからタダだったんです。無料なんですか。そのねクリビアの時にね、そのメンツ無料とかやばいですね。ベースいてってそういうよね。ああ年寄りになっちゃったら語り方がいやもうどんどん期待しそういう話。それが84年でした。4年です。だからその翌年あたりからなんかシナジーに通さないでタキオンが直でやり始めて、ジャパンスプラッシュをやった感じなんですね。そうそうそう。だから俺がマイティダイヤモンドズの85年だと思うんだよ。85年だと思うんだ。4か84かな。なんかつくば万博の年に野音を抑えてやってやるんだけど、野音それだけ金が足んないからつくば万博にそのマイティダイヤモンドズ呼んであるんだけど、それ売るわけよ。それでなんかそれに帳尻を合わせるんだけど、それをそう畑中稔ってそのほら滝山がそいつが見に来たんだよ野音。そんであれまあそのね野音のマイティダイヤモンドズのコンサートってなんかすっげえ俺ちょっと涙自分で。野音でマイティダイヤモンドズだけですか。そうだよ。おおそういう松井と児玉がトランペットとトロンボって参加して、マイティダイヤモンドズだけで野音ってことですか。そうで5月そういうのがあったんですね。5月で天気も良くて。なんかすごくいいコンサートだったんだよ。でその時にライブレコーディングもしてんの。もうその時もう全部やってんだよ。でライブ版出しちゃったりとか、それをだから見に来たんだよ。それで俺もあれやりたいっていうふうに畑中が言って、そのシナジー俺もうその時ジャマイカ行って、俺84年に行ったんだよね。84年一番最初は。でその時シナジーも寄ってて、いやこんなことやってんだと思って、まあ、知ってたからなんとなく。ドングリーンだっけなんかそうあったりとかして、でパンフレットみたいなのもらってきてたの、でそれをこんなのやってるやつがいいんだよって言ったことから始まってるの。ああなるほど。いや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 。逆に84年のジャマイカってどんな感じだったんですか。キングストンですね。だからまだね、だからファッションはもう結構ロッカーズだよ。ああもうそのまだですか。打ち込みだからスレンテン前夜みたいなもんだからね。そうです。85年まだスレンテンはそっか。そのスレンテンの前ですもん。お姉さんたちがまだズボンを履けなくてスカートなの。結局クリスチャンの教会のそういう締め付けがあったみたいな。だから短パンいないよ。いないんで。男も。なるほど。あそういう時代なんですね。長ズボンにスカート。それでじゃあスレンテンが85でまあいわゆるその革命的だったじゃないですか。はじけた。お姉ちゃんがそっからはじけた感じ。はじけた腰がはじけたくねくねと。なるほど。そのちょっと俺85年の時のスレンテンの話もちょっと聞きたいんですけど、ラディガンにもちょっと聞いたんですよ。これイギリスでどうだったかっていう。逆にその2人からしてそのスレンテン出た時ってもう世界的にも全然違うデジタル音じゃないですか、うん、今までやってたレゲエといわゆるレゲエダンスソールと全然違うものが出てきたっていうか、日本でもガンガンかかってたんですか？いや俺はハマれなかった。ハマれなかったですか？俺はハマれなかった。ランキングはまれた。俺はいやまず驚いたっていうどうしていいか分かんないっていうなんだこれはっていう。そうそうそう。俺86年の頭にジャミーズのダンス行った時にやっぱり音はでかい。キングストンですか？そうですね。クオリティ高い。それでスレンテンで女子腰振るみたいな、それを見て衝撃ですよね。もうそれを将棋だったら目の前でやられちゃって笑いながらお姉さんにああすごいな。そこからでもはじけたと思うよ。少しお姉さんたちも自由になったんじゃないですか。そこからでも自由になりすぎなダンス多くなっちゃったけどさ、どんどんちょっとまた全然違うっすからね。今はまたまた真逆ぐらいのもう過激になってってますからね。歯止めが効かなくなってるからね。そういう人種なのかもねって思う。かもしれないですね。でも俺が行った時はその90年代前半ぐらいですかね。その時は「やあランケンタクシー」っていうか、まだ使えてたんです。それかちょっとして「アキソル」って言われてましたね。俺とサミーで歩いてたんで「アキアンサーフィッシュ」っていうか、なんかもう結構その2つの名前がもうランキンさんかアキソルかっていう感じでしたね。ランキンもだからあれサンスプラッシュに出てるんだよね。多分それで多分すごいみんな知ってたんじゃないですかね。アキソルもなんかストリートで結構やってましたからね。いやいいペースです。少しずつこうやっていこうみたいなのはないです。やっぱり爆発しなきゃいけないんですよ。そうですね。特に向こうはこの音楽自体そういうとこあんのかもしれないですね。なんかそのチャンスがあったら全開で使えというか、なんかわかんないですけど、いけるとこまでいけっていうのはあるっすよね。そこは結構俺らもダメ出しされてましたもん。やっぱそのチャンピオンになった後もすごいそれについて、アイリシャンのチンとかチンが例えばこうナイキで俺らがスニーカーコラボして出した時とかも「お前ナイキで出してんだったらもっと胸張れ」っていう、自慢しまくれっていうか、そんなその日本人的考えは通用しないっていう、その俺らのストリートカルチャーとかダンスホールとか特にサウンドのクラッシュの世界とかはもう。全然そんなぬるま湯みたいな感じでダメだっていうのをなんかこう教えじゃないですけど、もっとこう胸張ってもう俺らはブイブイいけと、なんかあんまブイブイ言うとこうやらしく見えちゃうっていう感覚がちょっとまだあったんで、やっぱちょっとそこもなんか変な自慢もすぎんのもみたいな、いやナイキ別に出したしみたいな、その出したしってお前どんだけのことか分かってんのかみたいな。いうのをもっとこう胸張って、なんかこう嘘じゃないんだからっていうのをこうすごい最初の頃叩き込まれてましたね。俺なんかはなんかさっきはランキンさんが言って行くとこまで行けじゃないですけど、なんかそういうのちょっとやっぱあんのかなっていうのがもう叩き込みで俺らも来てたんで。いやそうやってさカリスマができるんだよね。ああそうなんですね。俺だからカリスマとか作れなくてダメなの。やっぱりカリスマとかちゃんと作った方が商売はいいんだよね。うまくっていうかついてくる人にも分かりやすいっていうか、そういうこうついてくるぞってさかっこいいなとかさ、そういうのでそういうものを作った方がシーンを作るってことだと思うんだよね。ダディ・ユーロイすごいかっこよかったよ。いつでもさやっぱり帽子だってこうちゃんと難度があってさ、それでああすげえなこうちゃんとおしゃれで、それでこう。かっこいいそのダディ・ユーロイをちゃんと演じてるのかもしれないし、作ってるし、そういうものをやっぱり俺もやんなきゃダメなんだよなとかさ、そういう誇りを持って、そうするとみんなそれについてくるっていうか、シーンがそれについてくるっていうね。だからそういうことをちゃんとやらなきゃダメだよって若い人に教えたいね。なるほどメッセージ次世代やっぱりちゃんと自分の才能を信じて、それで自分のメッセージとかそういうものを信じて、それでキャラを信じてちゃんと作っていけよって。東京でなんか俺の誕生日のあれに来てたのかな、サミーとサイモンが。違うかな、なんかどっかで初めてやったの覚えてる。でもその時にはもうこう初めてはねボンティーのヤバいダブがひっぷりあるっていうのを呼んでてさ、すごいなって、そういうジェネレーション現れてんだなと思って。俺はもう多分一方的にランキンさんのやってるタクシーのイベントに、うん、みんなで横浜の家で遊びに行ってたのが多分その時の話だもんな、はい、サミとか一緒に行っていましたね。ね、いやでもいろいろとクラッシュやったりとかやりましたよね。やばかったね。やばった。もう全然俺らもう97、8年の時にすっごい今でも記憶に90年代の中で残ってる10個とかの中の一つというか。だから最後の音はこれだよね。ありましたね。これリーディングマガジン。さあ探してください。出てこないんだ。これだ。8年ツアーを一緒にやったんだよ。覚えてますよそれ。マイティクランミツデジタル B っていう CD を CD 出しましたね。そう CD 出したんで、サイモンがツアーやってほしいって一回事務所に来てくれて、そうですね、どうせだったらリリースパーティーやりましょうって。俺はほらボビーのデジタル B をずっと出してて口説いてさ、もう石井金スモールとか言われながら「うるせえ日本のマーケットこれしかないんだ」ってずっと出してて、ついにこれ大体クリスのアイデアだよね。クリスがやろうよっつって、そうですね、クリスのホワイトの新しい時ですからね。これがサイモンとの出会い。そうですね、本当はその前にさキイラ君とかクリリンのあれとか呼んでチッタで俺やったのよ。やったね。サウンドクラッシュみたいなのやったんだよ。そんで俺ねマイティクラウンを呼ばなかったんだよ。それすっごい残念。自分の中で VIP とタクシーハイファイとそうそう箱根の山を越えてスピーカー持ってこいみたいになって、それで持ってきて。だからキイラ君とことか、あとね、あと誰ですか今だからクラブジャマイカ、タクシーハイファイ、VIP、クラブジャマってことエクスタシーってことですか。そう、あともう一つどこだっけ。だからクリリン来たよ、ロックデザイア、ロックデザイア、そんなもんだったね。なんかちょっと聞きたいのが80年代からやってて、まあ90年代もまた変化があるじゃないですか。ありましたね。まあスレンテンでまずこうでかい85年ですごいでかい変化があって、で90年代も結構こういわゆるまあダンスホールが結構まあデーブ・ケリの時代がちょっと来たりとかあるじゃないですか。で2000年がこうなって、で今2021じゃないですか。逆にこうどの時代が一番いいっていうのをちょっとまあどの時代もいいんですけど、どの辺ぐらいからちょっとこの辺なんかちょっと違うなとか、この辺いいなとかって。俺先にしてもらえば、俺だから自分が一番携わったのが90年代だから、まあ2000年代のまあムーミーとかねあるけど、でもまあジャマイカってことで言えばもう俺90年代が一番いいね。ジャマイカ人俺マネージメントしたからね。いや結構やってましたよね。むちゃくちゃだからねそれ。どこ行っても「イーシーイーシー You know イーシー」とかすげえ俺で最初「イーシー」って「イーシー」って誰だ、石井さんか最初分かんなかったですけど、「シーライー」っていう、そうですよね。一応日本では大ヒットしましたからね。何年から何年まで。80年代終わりとかは本当サンチェス、フランキー・ポール、シーライーだからね、3人シンガーね。その中でも結構落ちてるとかないから3人でもうやってるみたいな。だけどその時俺がミスったのは、本当懺悔すれば結局俺が契約しちゃったわけよ。それでアーティストとですか。まあ契約してくれって言われたから、マネージメントしてくれと。でちゃんと契約書紙書いてもちろんもちろん。だから俺は一緒にやったわけよ。それすごいですね。そうそう、だからそんなやつはなかなか書かないですからね。で俺給料も渡してたんだよ。へー。で日本からマネージメントした。すごいですね。それはでも彼から先に言われたの。こんな話していいかどうか。いや全然そういうのも聞きたいですね。だから普通考えられないでしょ。俺も考えられないから。俺もジャマイカ人マネージメントするって考えないでしょ。友達はいいよね。でもマネージメントするの大変じゃない。だいぶ大変だと思いますよ。ジャマイカ人特にその当時のとかも。で俺はねもうスイラユーのコンサートを2回ぐらい来日させてるわけ。でレコーディングも1枚アルバムスティックに作らしたり、俺が金出してこんなアイデア出したりとかして、それを見ててどうもこいつやったらいいかもしれないって勘違いしてくれたんだよ。他のいい勘違いじゃないですか。それでクリスマスのショーを東京と塚新とかさあったの、大阪やったりとかして、名古屋クワトロとかやって帰る時に成田でお前俺のマネジメントしてくんないかって言うわけよ、いきなり。で何言ってんだよバカ野郎って。そんで「いやでもまあじゃあまたもう一回ジャマイカどうせ来るんだろう」って「来た時話しよう」って「やってくれよ」って本当にマジで言われたわけ、うん、で「うんそれはないよね」って。だってファックスの時代だから。そうですよね、うん、今みたいにね、うん、あれが意外なんかさ顔見て話せるみたいなメールで時代じゃないんだから。でジョークなんだよ。マネジメントってのは日本でのマネジメント全部ですか？そう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 。全世界のマネジメント。だからそれが俺が結構大変ですね。それが俺のミスだっていう。ああなるほど。そうやってやったおかげで俺も多分日本にいるから日本のレコード会社と契約したわけ。で日本のレコード会社ってほら他で出しちゃダメですよってなるじゃん。ああそうですね。そういうさイギリスだったらジャマイカ版はもういいよみたいな。でジャマイカはいいんだけどまあ本国は例えばイギリスはイギリスちゃんと出さなきゃワールドワイド出さなきゃダメだよとかってなるんだけど、うん、日本はそこまでなんか考え方ができてなかったからいくら説得してもいやもうそれはありえないよみたいな。なるほど。でも、うん、ジャマイカのマーケットってプロモーションとしてもすごく重要なわけ。ジャマイカ人にとっては、ね、だってイギリスにいるマキシー・プリンスだってジャマイカに行ってレコーディングしたりあそこでヒットを出すということでワールドワイドにキープする何かを。そうでしょ。だからそれをいくら説明してもダメだったわけだからまあ仕方がない。これは一番最初はビクターなんだけど契約してジャマイカで出せなかったの。でもこれは出すしかないと思って自分でレーベルを作ったりしてまあビーニマンとコラボコンビネーションやって。でもこれって絶対さ日本よりもどう考えたってジャマイカだよね。まあ喧嘩っていうか、まあ、交渉して出すようになるんだけど、うん、何年間かは水冷 U の音源がストップしちゃうわけよジャマイカで。日本限定でってなっちゃうですね。それが俺の最大の今考えれば水冷 U に申し訳なかった。でもあいつは俺に望んだんだよそれを。だからまあお金も渡すっていうことで、うん、あいつはアコードにも乗れたし家も買えたんだけど。やっぱそういう思い入れもあるからやっぱ90年代のレゲエが一番濃かった。俺はだったから俺にとってはその聞いたしやったしみたいな。やっぱ 90s なんですね俺はね。ランキーさんどうですか？レゲエの黄金時代俺にとってはシャワーブジねスーパーキャット馬場さん同じようなアプリじゃないけどその辺がどうしたって92年90前半な前半になるよね。その時にもうなんていうかでスティグリンのリズムがあって、うん、ミュージックワークス見て、うん、そうですね、ね、それでこうなんか圧倒される感じですか、うん、才能の嵐でね。よくシングルの B 面かけるとみんなの声がいっぺんに入ってるようになってるじゃないですか。もうあの感じ、うん、同じリズムでみんながわーっと歌ってる、うん、混乱したこう津波のようなパワーが、うんうんこんなことを俺やってていいんだろうかっていうか同じこと全然できてないの分かってるんだけど。でまあ一番こう自分の中の、まあ、思い入れというか好きな時代というか、ね、結構90年代俺らまだ10代とか、まあ、20代ぐらいの時、うん、周りも日本もみんなもう見た目からクレイジーだったし、うん、やってることもちょっとこうやっぱり。ちょっとこうエッジ聞いた人が多かったというか、やっぱりね人と違うとかそういう自意識過剰な方がいいと思うよ。人と違うっていうのが強かったような気がします。まあそれでレゲエ好きになったってこともあるみたいだけどね。そうですね。そこが好きっていうところありましたからね。なんかオリジナルって言ってたもんな。ね。何かっつったらオリジナル。何かっつったらオリジナル。ダンスもオリジナルだったしね。確かに、うん、逆に2000年代とかどういうあれなんですか？その90年代が自分たちの中で一番思い入れがあるというか一番だ好きなレゲエダンソーだとしたら2000年代、まあ、2000年代ってもまあ俺が言ってたの2000前半とか、うん、とか2010年ぐらいまでのくくりっていうか2000年俺はだからバンティキラーを呼んだぐらいのところで、うん、まあ初来日って俺バンティやったのね、はいうん、そのくらいでなんかねエネルギーがどうも俺がなくなっちゃったんだよ。もうなんかそんなにジャマイカのやつ面白くなくなっちゃって、それでもう日本に切り替わって自分でほらリディムって最初やってて、はいうん、まあサイモンとかもほらそこに写真撮りに来てね、はい、そうですね、はい、メイドインジャパンのレゲエの方に自分がシフトしようと思ったから、逆にジャマイカのレゲエはねそんなにね例えばショーン・ポールの大ブレイクが「ワーリー」とか2002、2003年とかで世界的に結構ダンスソールがまたまあ90年代違う波が来たじゃないですか。だからすごいけど自分にはっていう。その時はね、マイティ・クラにお任せだったね、2000年。そうですか。99年チャンピオンになって、で、どんどん美味しいダブもこう取れてて、だからこれを眺めてればいいんだなぐらいな感じで、同じことしてもしょうがないし、で、ガンガン行ってたじゃないですか。そうですね。だから、それが一番分かりやすいこの着地点だったね。ああ、なるほど。いや、ちょっと最後になっちゃうんですけど、なんかまあ今後レゲエとも関係なく今後どういうふうに未来を過ごしたいというか、どうしていきたいかなっていうのをちょっと聞きたいですよね。でもまあパーティーやりたいよね。ね、本当にやっぱそうですか。やっぱ人パーティーだからそれ音を出すパーティーだよ。だから変な話。やっぱりまあできなくてもいいんだけどって感じ。なるほど。だ若い時はもうその本当に自分でサイコロひっくり返してさやっちゃったわけだよ。あんま考えないで。そういうもん笑われちゃうようないっぱいやってるじゃん。若いやつでやもんだけやろうとかさ。バカだよねって俺もバカだって分かってるよ。だけどやっちゃうみたいな。やっちゃってよかったんじゃないですか。でもあれはまあでもまあ一回やってみたいみたいなのあったじゃん。全然ありだと思うんですよ。なんか口実をつけてその大きくなくてもいいのちっちゃい今だからちっちゃくてもなんか本気で集める量じゃなくていいですもんね。本気で集めるってことがちょっと躊躇するわけじゃん。だから楽しい自分も楽しいし来たやつも楽しい。結構カロリー低めというか高くない結構カジュアルというか似けるような感じ。そこに口実をちゃんと自分なりにつけられるものをやりたい。なるほど。それだけ。それは別に今までやってきたことなんだけどなんかさらにやりたいそれだけは。ラマキさんいつまでサウンドをずっともうあるんですか？あるね。動いてないだけだね。だから動かせるっていうか。南の島の白い砂浜の上で音が出せるようなことがあったらあげちゃうっていうぐらいなんだね。でそれがやっぱり一番やりたかったことは野外のまあ気持ちのいいところでねできればいいと思うから、それをまあそんなに熱心じゃなくてもまあポツポツと探していくっていう感じね。それが一番やりたいことなんだろうなと思う。楽しいからね一番。ラマキさん今年68と75でまだパーティーやりたいとかすごいですね。そういうしますよね。楽しいことはそれだからね。俺がそういうこと言うのかなっていうのも言いますかね。言うよ。もうでもなんかそういうやっぱまだあるんですね。やっぱそれ68です。まだセット出してダンスやりたいっていうのそれなかなかすごいな。いやでもちょっとありがとうございます今日は。まあこんな話でしたけど、ちょっと俺もちょっといろいろ知らないことちょっと聞けたんで、まあでもいい話できました。ありがとうございます今日は。ありがとうございました。ありがとうございます。リスペクトです。リスペクトですよもう。ありがとうございます。